池上曽根末っ子公園なんです。ちょっと雨降ってるんですよね。ここに来たんでちょっと回ってみましょうかね。由比ガ浜で、はい、ちょっと入ってみましょう。まず一番手前のね、上はなんだ、上はバラじゃないな、これは あれかあれだね、何やったっけ、かやぶきやわ、かやかやかやじゃないね、これなんだろうね、かややな、違うな、なんだってね、あ、向こうにもあるんだよとかね、倉庫だったかな。これは違うな、これは攻めやな、攻めとでしたわ、はあはあ、もうね、再現されてるわけや、半分近い、半近いでな、見えへんね、ひょってひょっと見えませんけどね、こんな感じなんだよな。そうなんですよ、入りません、中に。みんな悪さするから入れんのだよな、これ。これどっから、あれ、ないか、入り口見当たるんだもんね。こんな柱はよ、これね、すごいね、これ今現代で作ったにしてもすごいね、今度ね。これがまだ、ね、巨大古墳が作られる前ですよ、これね。弥生時代だからもうちょっと前ですか。弥生時代の後期よな、この人は。大きいよ、これ。あ、すごいこの高さ、ね。高さもすごいありますよ、これ。こんなね、登られませんね、これ。ありますね、こういうとこやったわ、はい、その辺からずーっと入ってきた、そこでこの辺でね、やってました。木がものすごくよく残ってね、広いね、これ広いですけどね。わからないと思います。200メートルぐらいやったからね、180メートルやったから。あら、これはね、入りそうもないわ。壊れてるんですよ、これ。これ。安全面を配慮してね、入れないんですって。ね、で横にこう。